結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション結婚式は愛の中でです。それでは早速ご紹介しましょう。先週に続いてお迎えするゲストはこの方です。ベールを外してみました。ベール、ありなしをミクラベール、高垣愛妃です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。愛妃ちゃんは、はい、あの絶対ダジャレをさそうですよね、愛さんと一緒に番組をやっていた頃はまだこんなにダジャレを言う人間ではなかったと思うんですけれども、はい、なんかそうですね、 X こう振り返って見させてもらったんだけど、はい、なんかダジャレすごい言ってくるなと思って。あ、そうですね、私の、はい、アーティストの10周年の記念アカウント、ありがとうございます、見ていただいて、こんな人間に仕上がってしまいましたさっき泣きそうだったのに、後ろ姿で17年間って言ってなんかわー、なんか今週はなんかほら髪をダウンスタイルにして、ちょっと大人っぽくしっとりして、ああなんかもう素敵な大人の女性になったんだなぁやひちゃんと思って、さっきの私のしんみりがダジャレで吹き飛んだよまあよろしければ先週に引き続き、はい、やっぱウェディングドレスダジャレだったので、はい、これから花嫁になる方使ってくださいね誰かいただいちゃってくださいということで今週もよろしくお願いいたします。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。そしてゲストの、はい、高垣彩妃です。よろしくお願いします。お願いいたします。彩ちゃん、早速ですね、メールが届いておりまして、はい、嬉しい、ありがとうございます、はい、ラジオネーム海藤美さんからいただきました。ありがとうございます、はい、ゲストの高垣さんといえば、はい、なんと11月にディナーショーを行われますよね。ありがとうございます。会場も結婚式を挙げられるようなすごい会場ということですが、高垣さんの中でどんなプランにしようと考えていますか？またお二人は芸能人のディナーショーに参加したことはありますか？とのことなんですが、これプランについてはお答えできる、まだね、まだ収録の今撮ってるのがまだ9月頭だもんね。そうなんです、ちょっとセットリスト9月頭じゃない9月頭放送日だったらまだ8月だもんねぶっちゃけね。そうなんです、実はそうなので、まだちょっと発表したばっかりなタイミングで、うん、ちょっと大体こういう感じのセットリストにしようかなとか、この曲歌いたいなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、プランというよりはやっぱりなんていうんですかね、やっぱりこうライブとかとは違う環境になるので、 そのお食事を楽しんでショーを楽しんでいただくっていうところで、会場なんというところですか？これは会場はですね、グランドプリンスホテル高輪のプリンスルームというところでやらせていただくので、やっぱりすっごいね、ちょっとやっぱこうなんていうんですかね、座席があってステージがあるっていう、そのライブの会場っていうのとはまた違うので、結婚式会場みたいな、ね、だからなんかちょっとこうアットホームというか、もう少しこうライブとかよりは距離の近いステージングパフォーマンスができたらいいなっていうふうには思っています、うん、でランチとディナーがあって、まあ、ディナーショーっていう括りではあるんですけど、うん、ランチとディナーがあるので、そこでもちょっと雰囲気は変えたいなと思ってるんですけど、うん、まあ、せっかくなのでちょっとラグジュアリーな気持ちを楽しんでいただけたらいいなって、一生の記念になりそう、思います、うん、はい、
プランは特に、そうですね、どうしよう、ブーゲンビリア巻きますか。あー巻きたい、まあ、会場がね、いいのかあれだけど、なぜっていう。でもね、結構格好をどうしようかなって思われてる方多いと。ドレスコードありそうだね。ドレスコードは一応スマートカジュアルっていうことなので、どうしようかなって思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、さっきね、そうだね、プロの支配人と社長に結婚式場といえばお伺いしましたら、うん、やっぱ男性はジャケット、いや絶対これ羽織った方がいいよ、はい、こんな会場を。ちょっとなんか半ズボンとか、うん、デニムとかではなくスラックス的なパンツで、お靴はサンダルとかではなく、スニーカー、スニーカー、サンダルはスマートカジュアルではないそうです。じゃあ普段会社員とかの方は、そうですね、普段会社に入っていくみたいな、もう靴で行っとけば間違いない、とりあえず問題ないんですね。間違いもないんですけど、はい、だから、女性の方は、まあ、おめかしするぞっていう感じで来ていただければなと思うんですけど、でも、うん、だからある意味そのスマートカジュアルでいうと、結婚式に参列するならみたいな気持ちで来ていただければいいのかなって思いました、うん、そうだよね、綺麗すぎて浮く方が逆にいいよね、汚くて浮くよりね。なんかやりすぎちゃったぐらいの方で浮っちゃった方がいいもんね。ああ、もうだから、そう、なんか特別な機会を楽しんでいただきたいなっていう、うん、かそれこそなんか自分が思うそのなんかおめかし、こういった場所に行くぞっていうので、うん、なんかこうプレッシャーに思わずに楽しんでいただきたいなって思います。だったらこういうものをちょっと着てみようかなとか、ね、うんうん、っていうので楽しんでもらえたらなと思いますし、さっきもうさすがだなと思ったんですけど、支配人さんからも言っていただきましたし、愛、うん、さんからも言っていただいたんですけど、うん、もしなんかこう推し、そうなのよ、ライブの時はライブ T シャツ、推しをどれだけ、そうですね、私が愛しているかを、グッズ持ってライトとか、そうやりたい、はい、じゃないっていう気持ちは、ちょっとライトとかは今回どうなんだろうちょっと分かんないですけど、うん、それまた多分何かご報告させていただくと思うんですけど、あのね、なんかちょっとこう何ですか、タイとか、ハンカチハンカチを入れたりとかっていうところで、うん、あの色を入れてみてはどうですかと、さっき、そうだね、あやしちゃんの色は、はい、そうですね、あの、うん、スビアというユニットでのカラーがピンクなので、うん、結構ピンクですかね。おー、はい、いいですね、ピンクのハンカチーフ入れるとか、はい、ネクタイするとか、していただくとか、シャツを薄いピンクとか、そうですね、うん、それも可愛いかもね、男性だとね、はい、女性だと本当ね、ピンクだったらワンピースとかね、はい、女性は逆にね、うん、なんか結婚式だとあの参列者の方が白を着るっていうのは、うん、ね、あれちょっと遠慮しとこうっていう風潮というかね、そういうのがありますけれども、ね、もう全然白も着ていただいていいので、うわ、はい、何色でいらしていただいても、はい、すごいね、どうしてディナーショーをやろうってなったの？いや、なんか昔から、うん、ディナーショーとか合いそうだよねって言われてて、確か歌が上手だからね、ありがとうございます。なんか会場に負けないもんね。どうだろう、いやでもだいぶプレッシャーありますけど、うん、でもそのクラシックをやっぱり声楽でやってたので、うん、そのクラシカルのカバーのミニアルバムとかも出させてもらってたりするので、うん、なんかその自分の曲もありつつ、ちょっとその洋楽カバーだったりとかそういったものも歌えるっていうところで、うん、なんか合うねって言われてたのか、うん、分かんないんですけど、うん、そうって言っていただいてたりとかしたので、なんか自分が特別誰かのディナーショーに行ってどうっていうことよりは、うん、あ、じゃあいつかディナーショーやってみたいなっていう憧れがあって、そうか、宝塚、また宝塚の方のディナーショー、はい、ランチショーに私も参加したことがあるんだけど、はいはい、いや、またされるんですか。なんか嬉しいよね、なんかそのなんだろう、ディナーショーだけのさセットリストで歌ってくれたりしたりとか、そうそう、ね、あとなんか生っぽいよね、ライブ会場だとなんか、はあはあ、はーいはーいとか、なんこっちもさ、ね、頑張んなきゃいけないけど、うんうん、なんかどっちかっていうとディナーショーなんかこうもう本当歌を聴けるっていうか、耳が幸せっていうかさ、はあはあはあ、より音楽を楽しめるっていうか感じするもんね、ドキドキドキ、近い距離で、そうですね、だから、うん、私も経験したことないですし、初ですし、うん、まあね、あのディナーショー参加されたことある方はもうどういう雰囲気かご存知かとは思うんですけど、またライブとかコンサートとかとは違った時間をお届けできるのではないかなと思うので、お料理も含めて
楽しみにしていただけたらなと思います。あやしちゃんのまた違ったちょっと大人の女性の魅力も、はい、ねえ頑張ります。楽しみにされててください。はい、ではでは他にもメールって来てたりしますかね。はい、じゃあご紹介しましょう、はい、これはラジオネーム山健さんからいただ、はい、山やんさんからいただきました。 ありがとうございますびっくりした山やんさんですね。はい、私の両親は韓国で結婚式を挙げました。今から46年も前の話です。母の友人が韓国に住んでいるので誘いに乗って式を挙げました。あの時代に海外挙式を挙げた両親に驚いています。確かに。ですが結婚式当日は大雨の日だったと母から聞きました。嬉し涙と親への感謝の涙だったと私は解釈しています。あやしさんと野中さんは結婚式で忘れがたいエピソードはありますか。なるほど。私は参列した側ですね、うんうんうん、だから忘れがたいです。うん、印象的なエピソードとか、はい、印象的なエピソードですか。思い出とか、うん、私参列した結婚式でそれも親友 の, たあの誕生日じゃない誕生日おめでとう結婚式でそのもうあの誓いの時に、うん、あなたはここ5で誓いますかって聞かれた新婦さんがもうめちゃくちゃ緊張してて、もう入ってね誓いますかな答える声が本当にもうテンプレート、もうこれをもうみんなにこの代表としてみんなに見せたいなっていうぐらい見事に裏返ってなんかあえみたいな、もうすごいもうじゃ真似できないんですよ。もうなんかそれできるようになったら声優としても強いだろうなって思うんですけど、うん、もう見事にあえ誓いますみたいな、もうすごい裏返っちゃって、でそしたらもうあのこう参列者側なんでこう座って見てたんですけど、うん、もう私の親友のまあじゃあ新郎だ、新郎がね、新婦と新郎も間違えちゃったの、新郎の声がめちゃくちゃ裏返っちゃって、で新婦が私の親友だったんですけど、うん、もう本当に多分笑っちゃいけないって全員が多分思うので、そうだね、みんなってなったんですけど、もう本当に私の親友の新婦の子がもうこらえきれなくて、もうすっごい真面目にやっぱりこう新婦様がこうお話しされてってしてるのにもう後ろでプル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 って震え出して、絶対笑いこらえてるのでもそれがもう大好きすぎて、うん、時々その親友の家に行くとあのビデオ見せてよって言ってその新郎の声が裏返るっていうビデオをまあ見せてもらったりとかもう見事だった、本当にすごかったんです、はい、そうだよねって思いながら、それはすごい忘れられないですね。わでも微笑ましい、はい、いやもう微笑ましい、ね、ちょっと新郎の最初間違えちゃいましたけど失礼しました。そういやいやそれも思い出になるもんね。いやすごい思い出ですね、私の思い出です。わ 私ね、あの 和装だったんですよ、はいはいはい、和装って結構いろんなガチってさ、いろんなこうやっていっぱい来ますよね、着込むの。そうそう、はい、でもなんかずっと肩が痛かったの、右肩がね。だから途中途中、あ私なんか誰も見てないなって瞬間にこうやって、あかわいい、いやだってかわいい、なんか今考えるちょっとビートたけしさんのさ、なんか昔のモノマネみたいに私一人になってたなっていうのが忘れがたいエピソード。かわいいって見てないすけにやってた今思うと、なんかそういうのもさ思い出になるよね。そうですね、もうでも全てが思い出だと思いますね、うん、はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございます。この後は番組コーナーにお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。思い出という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。ドレスたくさんあるけどどれ好き？ドレスだけに。結婚式は愛の中で。先ほどのジングルはラジオネームピーさ
んからいただきましたゲストの方に言っていただくスペシャルジングルでした。声通ってたんだこうねやっぱり会場いいですね。音楽とかもこうやっぱり映えるように、ね、映えるようになっているので、ね、私の声もやっぱりだけねっていうとこうやっぱ通りがいいなってはい、ということで続いてはこちらのコーナーをお届けします、はい、聞かせて結婚してよかったと思うのはどんな時です、はい、ということであやしちゃんにはどんな時に結婚してよかったと思うのか、はい、インタビューしてみたいと思います、はい、では聞いてみましょう、はい、結婚してよかったと思うのはどんな時ですか。家族と呼べる人が増えたなって実感した時。おお、どんな時に実感した。それはやっぱりその相手方のご家庭でと、うん、ご両親とかご家族とか親類の方とこうお会いしたりとか、うん、何か一緒にこう遊びに行ったりとかした時に、うん、あ自分の家族、うん、自分が育ってきた家族だけではなくて、うん、あこの方たちとも家族になったんだなっていう、だからなんか楽しみがこう増えるというか、みんなでできることが増えるっていうのは、うん、家族と呼べる人が増えたっていうのはすごく幸せなことだなっていうふうに感じますね、うん、そこそこ家族、はい、たくさんの家族に囲まれたいって言ってたもんね、前回もね、家族って呼べる人たちが増えてるなって感じます、はい、そかそか幸せだなって。では2つ目は、はい、2つ目はですね、うん、虫の出現時や、うん、急な体調不良といろんなトラブルへの対処がやっぱ一人じゃないっていうのもありがたいなって。確かに虫苦手、はい、虫も最近強くなってきたんですけど、うん、まあ、虫だったりとか虫、まあ、そうですね、最近強くなってきちゃったんで結構自分でできちゃうんですけどでもやっぱ体調不良だったりとか、うんうん、なんか私昨年盲腸で、昨年じゃない一昨年か、盲腸で入院、急に入院したりとかしたこととかがあって痛かった。その時まだ妊娠中で盲腸になっちゃって、大変だったねっていうのとか、そういったトラブルだったりとか、あとはなんか本当に私やっぱ交渉するとかがすごく苦手なんですね、うん、なのでちょっとそのなんていうんですかね、外壁の工事の手違いとかでちょっとですねうちのマンションなんですけど今、うん、ちょっと部屋に大きな弊害がちょっと出てしまったことがあったりとかして、うん、それはもうこちらの責任ではないんですけど、うん、やっぱりそういうこうなんていうんですかね、こう交渉するこういう事態になっててっていうのを管理会社さんとかその工事の、うん、担当の方とかと話したり交渉するっていうのが私はちょっと苦手なので、そういったところをやっぱりやってもらえてて、うん、ありがたいなって思います。そうだね、自分ができないところをね、フォローし合えるのってそうですね、いいよね、はい、外壁無事になりました。ま、時々怪しい時々怪しいので、引き続きちょっと交渉ですかね。そうですね、そういうなんかあれっていう時にやっぱり連絡してもらって話してもらう、うん、もう矢面に立ってもらうっていう感じが多いですかね、うん、そこはすごく頼りにさせてもらってます。確かに私多分なんか弱い言い任されちゃうから多分トークできるか上手そうだけどね、意外とそういうところは苦手なんだね。交渉とかはちょっとできないので、なかなかそこは私よりも得意なのかなと思ってお任せすることが多いですね、はい、確かに得意なことはね、得意な人がやってほしいよね、はい、そうなんです、ね、ということで、はい、3つ目は、3つ目もちょっと重ねて苦手なことを補えること、今の交渉もそうなんですけど、うんうん、私すごくなんていうんですかね、数字を把握するのがすごい苦手で、時間なんか速さとか、うん、なんかこう距離的なこととかもすごいざっくりとしか考えられないんですね。だから、うんうん、例えばなんか部屋にこういうものを置きたいとか、うん、なんかタンスとか、うん、そういうものとかもなんかなんとなくこれ入りそうだなみたいなぐらいしかなんか分かんないんですよ。なんかでもだから理系系の方なので、もう本当に全部測って、うん、でそれをなんか画像にして、で全部こう画像の上からなんかこう線引いて、ここが何センチ何センチ、奥行きは何センチっていうのを
全部こうデータにまとめてくれたりとか、インテリア屋さんがやってくれるやつだ。そうなんです。なんかそういうこともやってくれたりとかすると可視化されるので、うん、なるほどっていう。確かにお仕事のことはね、マネージャーさんがさ、そうそうなんですよ、やってくれてるからさ、今ね、はい、まあ、でも自分でもやっぱりなんとかできるようにはしていかなきゃなと思うんですけど、任せた方がいいことは今は任せてます。そうだね、はい、確かに。それでは最後に質問です。はい、あやしちゃんにとって結婚とは何か教えてください。はい、私にとっては結婚とは自立である。自立っていう、まあ、今すごい任せてますって、任せてますっていう話はしたんですけど、でもやっぱ先週もお話ししたんですけど、私本当に結婚するまで実家にいて、洗濯機も自分で触ったことがなくて、掃除機も自分でかけたことがなくてっていう、だからお家の大掃除とかもしたことがなかったので、やっぱり母は母の仕事を自分がするっていうタイプだったので、お手伝いしてねとかもなくて、その分別のことしててっていう、これは私のテリトリーだからっていうところで、母が本当に全部やってくれていたので、なんかやっぱりこう結婚して自分の家庭を持ってってなった時に、まあ、その掃除だったりとか洗濯だったりっていう本当に初歩的な生活、母業が今度はあやしちゃんにって感じだもんね。そうですね、その母となる前もなんかこう妻としてとかっていうよりはなんか人としての生活力っていうところが本当になかったので、まあ、その教えてもらったりとか調べたりしてっていうところで、なんか自分でまず何かをできるようになっていくっていう、まあ、今その苦手なところはお任せするんですけど、基本的には自分のことは自分でできるようになっていくっていう感覚が私の中では強くて、だからまあ家族が増えて嬉しいっていうところもあるんですけど、なんかあ、自分はその自分がもともといた家族から新たな家族を作ったんだなっていう感覚が、まあ、やっぱり実家を出るっていうところでもすごくあったので、なんかこれは私にとってはすごく自立するという言葉が合っているのかなと思っています、まあ、だいぶ支えていただいてはいるんですけど、でもそういう部分では自活というか、生活力を身につけるというところでも自立するということだったかなって、はい、自立か、結婚とは。ご回答ありがとうございました。ありがとうございました。私が言って説得力があるか分からんけど、いや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 、響きますよきっと、たくさんの方に響いたと思います、はい、ということで残念ながらあやしちゃんとはそろそろお別れの時間となってしまいます。ありがとうございました。まずはね、ディナーショーもありますし、お知らせお願いします。はい、お知らせさせていただきます。私11月3日にですね、ディナーショーさせていただきます。こちらはですね、グランドプリンスホテル高輪のプリンスルームにて、ランチとディナーと2公演ありますので、ぜひ着飾って、遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。そしてですね、文化放送超 A&G プラスで私番組をやっております高垣彩妃の明日も晴れりゃ、こちら毎週火曜日、夜25時半から、放送しておりますので、こちらもぜひ聞いてください。そして今日もね、ちょっとお話しさせていただきましたスフィアさん、スフィアさんですね、15周年を迎えたんですけれども、11月27日にですね、ニューシングルのリリースが決定しております。はい、おめでとうございます。ぜひもう久しぶりの、シングルになりますので、楽しみにしててください。そしてそのスフィアさん、来年2月にワンマンライブも決定しておりますので、こちらもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。すごいね、4人揃うんだね。そうです、本当に、まあ、4人揃ってこうちょっと歌わせてもらったりっていうことはアニメのイベントとかではあったりするんですけど、がっつりワンマンでライブっていうのは本当に久しぶりになるので、はい、すごい、頑張ります、体力をつけます。あ、そうだね、はい、本当に、はい、ね、だいぶ私生活も大変だと思うけど、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんチェックされてください。よろしくお願いいたします。
そしてここで番組からもプレゼントのお知らせです。アイナカフォロー&リポストキャンペーンを実施します。ご応募いただいた方の中から抽選で1名様に今回のゲスト高垣彩志さんのサイン色紙をプレゼント。応募方法ですが、アイナカ公式 X をフォローしていただき、フォロー&リポストキャンペーンのポストをリポストしてください。詳しくはこの放送後番組公式 X にてお知らせします。応募の締め切りは9月20日金曜日23時59分です。皆さんこの機会をお見逃しなく。ということで2週続けてご出演いただきましたが、はい、いかがでしたか。いやもうこうしてなんかやっぱり憧れが詰まっていたお式のお話だったりとかウェディングドレスを着させていただけて本当にありがとうございました。これからお式をね考えていらっしゃる方、もう本当に自分の夢をたくさん叶えてほしいなと思います。そしてウェイトベアおすすめです。そうだった。はい、またなんかお色直しして遊びに来てくださいね。本当ですか。じゃあ次はカラードレスを着させてください、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、ということでゲストの高垣彩志さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間。大切なゲストにサプライズで二人らしさを。エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ。結婚式は愛の中で。プレゼンツ結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてまいりました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスはあいなか @jokr.net、 あいなかをローマ字にしてください。番組公式 X とインスタグラムもぜひチェックしてください。アカウントはどちらもウェディング _あいなかです。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは9月21日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は0357333390です。そして来週のゲストは、来週は平松かな子さんです。理想と妄想の結婚バラエティをお楽しみに。ということで第285回目の放送でしたが、わーなんか久しぶりにあやしちゃんとたくさんおしゃべりできて、絵の中もとっても楽しかったです。これからねファンの方はねいろんな楽しいイベントがね続きますので、皆さんもお体に気をつけてたくさん楽しんでくださいね。すごいスフィアさん15周年本当におめでとうございます。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で。バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。